1番から7番、いや8番ぐらいですかね、もう全員こう3割ぐらい以上打ってるんで、こんなんないですよ本当に。そうですよね、過去にはないと思うんで、まあ、それで多分勝ってるんですけど、うん、本当だったらピッチャーも防御率1位なんで、首位にいてもおかしくない、首位にいてもおかしくないんで、それぐらいの状況なんですけど、はい、3位にいるっていうのが、はい、まあ、まだまだなのかな。なるほどね、この辺ドラゴンズは、ね、うん、本当に今突き抜けててもおかしくないような、うん、チーム状態ではあると思うんで、はい、まあ、まだちょっと勝ち方をまだ分かってないのかなっていう選手がほとんどなんで、その辺を覚えてきたらもう多分突き抜けるようなチーム状態であると思いますね。